い、皆さんこんにちは、ゼンちゃんです。というわけで今回多くの更新が来ています。上から見ていきましょう。まずは2600万ダウンロード記念の10連福袋ですね。今回はこちらを引いていこうかなと思います。そしてポジション追加はサードでしたね。サードは今年強化された選手が多いので、結構目玉になってくるポジションかなと思います。でガチャがまたドラフトスカウト来てますね。最近長寿チーム狙い撃ちがね来てないので、そろそろ来るかなと思っているんですけど、なくなったのかなと思わせるぐらい来ないので、ちょっとそこが分かりませんね。とりあえず今回もドラフトスカウトが来ています。そしてイベントで期待の若手の覚醒選手が登場しています。さあ2番目の覚醒ですね。何人かねもう出たことのある選手も入っているんですけど、結構これから期待できる選手が揃っているのかなという顔ぶれです。でキャンペーンで消費コイン2分の1来てますね。ちょっと自分的にね昨日30万コイン使っちゃったんで、待っとけばよかったなと後悔してるんですけど、今の期間経験値 1.8 倍も来てますし、強化するなら今の期間に一気にやるのが正しいのかなと思います。今最も熱い球団はヤクルトですね。青木選手、山田選手、村上選手、能力の高い3選手がすでに登場しているので、ヤクルトは今かなり熱いと思います。次におすすめできるのが西武ですね。西武も外崎選手、森選手、中村選手、目玉の選手が結構出ているので、西武も確率が高いです。ただね山川選手も欲しいなという方は待ってもいいかなと思うんですけど、ファースト以外のね S ランクがもうすでに追加されているので、ファーストの追加ちょっと遅くなりそうです。なので強い野手が欲しいという方は西武もヤクルトと同じくおすすめできるかなと思います。そして楽天もかなりいいですね。マー君と則本選手と浅村選手、もうすでにこの3人が出てるので楽天も熱いんですけど、あとは岸選手とかね涌井選手、そういったリーグで輝けるようなピッチャーが輩出されてないので、そういったピッチャーも欲しいという方は待ってもいいかなと思います。現段階でおすすめできるのは今紹介した3球団ですね。ホークスもまだギータ出てませんし、そうですね、オリックスもね吉田選手と山岡選手登場しているんですけど、次の追加ぐらいでですねエースの登場っていうのが予想されるので、山本由伸選手が登場してからでも遅くないかなと思います。で巨人もですね坂本選手と岡本選手狙えるんですけど、菅野選手と丸選手登場していないので、まだステイがいいかなと。阪神も西選手とかね藤浪選手登場していないので、待つのが得策かなと思います。で中日も大野選手とビシエド選手が登場していないので待った方がいいと思いますし、 DeNA に関しては外選手がね結構強いので外選手待ってもいいかなと。でカープは鈴木誠也選手ですね。やっぱりカープで一番目玉になってくる選手なので、各球団はそういった選手待った方がいいかなと思います。それではガチャの方を回していきたいんですけど、まずはねサードを追加されてるので軽く見ていきたいなと思います。今回結構ねいろんな選手強化されてます。マッチも守備適性が B に上がっていますし、おかわりくんも特殊をして適性 B に乗せることができます。あと岡本選手も適性 B に上がってますし、大山選手に関してはですね打撃能力は上がっているんですけど、守備がね C に下がっています。特殊すると適性 B に乗せることができたんですけど、前回までね適性 A を狙えたので、かなり適性が落ちてると言えるのかなと思います。で高橋周平選手も相変わらず強いですし、宮崎選手とか堂林選手は電光石火で全動値が狙えますね。で村上選手はミートが A に乗っていますし、ファーストの適性が B に乗っているので、もう本当に強化されています。サードがね今回一番強化されたポジションといっても過言ではないし、結構欲しい選手がいるので、小森から引いていきますか。ほとんどの選手、個人的には欲しいです。安田選手と宗選手と野村選手だけちょっと S ランクじゃない A ランクがねないのでとつれないんですけど、それ以外の選手だったら誰でもいいかな。多分全員極みにできるのかな。大山選手だけはね極みにできないし、村上選手も突三なので何とも言えないんですけど、でも全然使えるんでね。さあ結構可能性じゃない、確率は高いです。5連目はダメか。で福袋ですね、さっき紹介した通りヤクルトで引いていこうかなと思ってるんですけど、もし仮にこっちで村上選手引くことができたらまた考え直します。西武でもいいなと思ったんですけど、西武の選手ほとんど持ってるんですよね。半分以上持ってるんで、それで西武で狙うのはもったいないかなと。で楽天もね、もう結局浅村選手じゃない、則本選手とマー君か、2人とも取ってるんで、楽天でもないかなと。でホークスはどうせギータが追加されたらミキサー回しまくるだろうし、ちょっと悩みどころではありますね。
とりあえずヤクルトで引くつもりではいるんですけど、運よくこっちで出てくれたらまた考え直します。さあ15連目はオール B ランクですね。いやー渋い、早めに終わってほしい。前回どのポジションだったっけ、どのポジションか忘れたけど、確かここら辺で引けたんですよね。ちょうど20連目ぐらいに引けたはずだったんで、ちょっとここ期待しましょう。さあもう一段階、いやー来ないか、いやー沼りそうだな。最後までは行きたくない、できれば。さあまだ分かりませんよ S ランク。いや A ランクだなこれ。いやー20連目で終われなかった。さあこの A は3等かな、なんか等って言っちゃうわ。ドラフトいいですもんね、何何位なのに、2位とか3位なのに何等って言っちゃう。さあ25連目、いや来ない気がする。いやー40連目までかかっちゃうパターンかなこれ。はい、エンスに期待の木の字もありませんね。というわけでもうね引けるでしょう、残り15人。さあ引いてくれ、天井までは行きたくない。おお来た。さあ、何連目だ、30連目か、30連目で引けました。まあギリギリセーフですね。40連目行くよりはまだマシなんですけど、サチコエンスじゃないから村上選手じゃないのかな。あそうだ、あマイヒーターのセカンドか。サチコエンスなくても周東選手引けたんで分かんないですね。さあ結構可能性は高いですよ。来い、あーここじゃない、これは2位ですね。次かな、ここですね。おおかおりくん、あまたセーブの選手引いちゃった。いやーセーブ運がすごい、あめっちゃめっちゃ嬉しい。ここでおかわりくんはナイスですね。いやサード B のおかわりくんはめちゃめちゃ使ってみたかったので、またセーブ純正強化しちゃいました。結構すごくないですかこれ、9分の6当てちゃってますね。ということで先ほど言った通りヤクルトで引いていきたいなと思います。さあ村上選手と山田選手狙いですね。青木選手はもう2枚も持ってるんでもういりません、他の選手が欲しいです。ただ逆に言うと村上選手と山田選手以外はとつれないかな、とつれないと思うので9分の2ですね。シンプルに9分の2を当てれたらハッピーで終われます。特に村上選手は欲しい、まあ、確かにシリーズ2でねアーティストになるのは分かってるんですけど、もうシリーズ1の能力でもね十分強いんで、当たったらシリーズ1の間使い続けるかなと思います。まあ、A ランクが足りないんですけどね。ということで一発目は、S ランクなしと。さあ購入2回目200エナジーで回せて S ランク選手1人確定ですね。さあここでも欲しい選手いっぱいいますからね。まだね坂本選手とか吉田正尚選手とか山岡選手とかね当てれてないんで、まあ、被らなければとりあえずいいかなと。今回結構被りがひどい、しかも何がひどいって、狙いに行って当てれた選手がなんか次の勝ちで被るんですよ。それが一番なんともねやるせないんで、ここはお願いだから被らないでほしい。さあ2枚引きの期待、うーん A ランク来るかな、2枚引き、あー A ランク。さあ菊池選手はとつりたかったんで嬉しい。ということで2枚引きは叶いませんでしたが、まあ、こっちで紙引きすれば十分です。平選手はい被りましたと。もう被りがえぐい、今シリーズ被りがえぐいよ。ということで購入3回目が S ラン確率2倍ですね。あんまりね確率2倍の恩恵受けたことないんで期待してません。2倍言うて 5% でしょ、引けないっすもん。さあ演出がゴミってます、これはえぐいな。これ飛ばなかったらもう期待ができないかなと思ったんですけど、一応飛びましたと。ただ A ランクっぽいですね、まあ、最後の40連目にかけましょう。いやそこでね村上選手か山田選手引けたらもう十分なんですよ、満足なんですよ。ということで勝負の40連目いきましょう。さあエナジーを見てませんでした、50エナジー足りなかったですね、足してきましたということで4回目いきます。お願いとりあえずサチコ演出、サチコは新選手も確定なんでね、サチコが出た瞬間に青木選手とあと1人誰やってた、当ててたっけな、あと1人誰か当ててた気がするんですけど、その2人ではないことが確定します。いやー9分の2引けるかどうか、そんなに低いとは言えない確率、高いとも言えないけど。さあサチコインスは見れず、いや青木選手だからやめてくれ、3枚目になるマジで、3枚目は笑えないから。いやーなんか嫌な予感がするんだけど俺だけこれ。ということで最後40連目いきます、山田選手か村上選手です、お願いします。ダー